株式会社ありがとうサービスは、愛媛県今治市に本社を置く日本の小売業者。ブックオフやハードオフなどのリユース店とファミリーレストランやハンバーガーチェーン店などの飲食店の運営を主に行っている。2005年にグループ内の外食業を統合して発足。モスバーガーは旧 MGS、それ以外の業態は旧 AGY の運営だった。2006年に今治デパートよりリユース事業部を譲り受け、リユース店と飲食店を運営する企業となる。旧社名である MGS の由来は明るく元気に素直なの頭文字の音読みを取ったものである。また、前身企業である AG の由来は明るく元気にやりがいがあるから。一般的な社内で交わされるねぎらいの言葉、お疲れ様には疲れるというネガティブな要素があるとの理由により、代替造語としてお元気様が使用される。愛媛、松山労働基準監督署は、労働者に違法な時間外労働を行わせたとして、飲食、リユース業でフランチャイズ展開を行っている、ありがとうサービスと店舗の運営を任されていた、同社部長を、労働基準法第32条違反の容疑で、松山地方検察庁に書類送検した。最長で1ヶ月140時間の違法残業をさせていた。同社は松山市内の飲食店において、2017年3から4月は時間外、休日労働に関する労使協定を届け出ないまま、調理や接客に従事していた正社員11人に、1ヶ月最長で137時間の時間外労働をさせていた疑い。同期間は新規開店直後で36協定を出していなかった。日本経済新聞2012年10月6日、朝刊15面事業譲渡のご案内、株式会社オバラハム工房、2021年4月15日、閲覧。愛媛新聞2019年7月27日4面、愛媛労働局2019年7月31日、労働基準関係法令違反に係る公表事案、ありがとうサービス、3177、今治デパート傘下で飲食店経営の AGY を、子会社会務&A オンライン、2021年4月15日閲覧。1ヶ月の残業最長で190時間。飲食店運営会社を書類送検松山労基署、労働新聞社 2019.08、19、おかちゃん、FC 今治株 51% 取得。代表監督からクラブ経営スポーツ日本2014年11月1日。ありがとうございます。